スクモワン採用の松田川川口部クリップ、スクモワン周辺スクモワンは、高知県西部の西側にある湾である。西側に開けた湾であり、幅約10キロメートル、奥行き約8キロメートル。湾王には、重要港湾であるスクモワン港があり、スクモ市が広がっている。湾内には、大島や大藤島があり、スクモワン港は、この大島と四国本土にまたがって建設されている。 日本海軍の白地、スクモワン白地が置かれていた。黒潮の恵みを受け、様々な魚種が生息する湾内では、マダイやカンパチの養殖も行われており、イケスが多数設置されている。高知県内でも、有数の磯釣りスポットとして知られ、高知県内はもとより、四国、九州、本州からも釣り客が訪れる。第二次世界大戦前までは、 日本海軍の白地として利用された歴史があり、湾内では戦艦ヤマトをはじめ数多くの艦艇が海上講務を行っており、現在でも湾内で撮影された日本海軍艦艇の公式写真が数多く残されている。2010年と2011年には海上自衛隊、アメリカ海軍の機構が見られたが、反戦団体からは懸念の声が挙げられた。菊池とし。日米二艦。 初の同時機構スクモワン感戦ンン団体は講義。朝日 .com 2012年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月6日閲覧。ありがとうございます。